ノールはテーブルトーク RPG ダンジョンズドラゴンズに登場する直立したハイエナのような姿をした架空のモンスター種族である。ノールのイラストノールという言葉は中英語で愚か者もしくはひどい酔っ払いを意味する。D&D に登場するノールはこの言葉を綴りだけ変えている。文学作品ではアイルランドの幻想小説家ロード男性儀に,による短編集 ザ・ブック・オブ・ワンダーの中にある、ナス氏とノール族の知恵比べに登場する。作中では、ノール族の外見に関する記述はないが、シドニー H シームによる差し絵には、盗賊のデシュトンカーを引っ立てるノール族らしき姿が描かれている。また、SF 作家、マーガレット・セント・クレアも、短編、ザ・マン・フー・ソールド・ロープ・ツー・ザ・ノルズにて、同様の種族を登場させている。 ノールは1974年のオリジナルダンジョンズドラゴンズから2014年の第5版まで常に登場している。ノールは1974年に発売されたダンジョンズドラゴンズ3ボリュームセットに収録されている。説明ではノームとトロールの掛け合わせとある。アドバンストダンジョンズドラゴンズ第1版ではモンスターマニュアルに登場。 ハイエナ人間という現在まで継続しているキャラクターが設定された。また、この版から多くのノールを従えるデーモンの王、イーノグフが登場する。また、追加モンスター集、フィーンド・フォリオにて、一般的なノールより強力な個体、フリンドが登場する。ドラゴン63号では、ノールの神話と性質について寄稿され、ノールとグールの愛のこたるイノーノグフの下僕、 シュサバが紹介された。同志83号にはノールからヒアイノドンに変化する、ライカンスロープに似た、生物、グナが紹介されている。1977年に出た、ダンジョンズドラゴンズベーシックセット第2版から、99年のクラシックダンジョンズドラゴンズアドベンチャーゲームセットまで、いわゆるクラシック D&D と呼ばれる一群にも、ノールは欠かさず登場している。ガゼタ。 ザオークスオブズハーでは、プレイヤー用種族としても設定されている。AD&D 第2版でノールは、モンストロースコンペンディアムボリューム i に登場し、モンストロースマニュアルに再掲載された。モンストロースコンペンディアムボリューム i にはフリンドも、合わせて紹介されている。ノールとフリンドは、ザコンプリートブックオブヒューマノイズや、プレイヤーズオプション。 スキルズパワーズでプレイヤー用種族として設定されている。D&D 第3版および3.5版でノールはモンスターマニュアルに登場している。フリンドも3.5版、モンスターマニュアル3に登場した。3.5版のアクセサリー、ベーセズ・オブ・ザ・ワイルドではプレイヤー用種族として設定されている。D&D 第4版ではモンスターマニュアル、モンスターマニュアル2。 モンスターマニュアル3の3部作すべてに様々な種類のノールが登場している。登場しているのは以下の通り。ドラゴン364号にはロバート J シュワルブによるディーマナミキン・オブ・イクイルブ、イエナフー特集が組まれ、イーノグフ本人に加え、彼を崇める教団やイーノグフと重木のノールたちが支配するアビスの帝国についての記述がされた。この記事では、 イーノグフ本人や彼のアスペクトとともに、エグザルフであるネズレブや、教団の女司祭、財伝といった強力なノールのデータが紹介された。この特集は後に、ドラゴン史掲載記事の先週である、ドラゴンマガジンアニュアルに再掲載された。エッセンシャルズのモンスター集、モンスターボルトでは、ノールの狩りの名人、ノールの決死兵、ノールのイーノグフの牙、ノールの同族くらいに加えて、 以下の答えが登場している。D&D 第5版では、モンスターマニュアルに以下の個体が登場している。オーロ・ S ガイド2モンスターズでは、ノールの群れやイーノグフの教団についての詳細な解説とともに、フリンドを含めた以下の個体が追加された。パスファインダー r p g にとノールは、ベスティアリーに登場している。D&D 第4版デザイナー。 ロブハインソーとジョナサン・トゥイートによる D20 システム仕様のファンタジー RPG13th エージでは 13th エージ RPG コアブックにてノールサベッジ、ノールレンジャー、ノールウォーリーダーが登場している。ノールは直立したハイエナのような外見の種族である。身長は約7から8フィート、体重は250から320ポンドある。灰色の肌で、 フグリは黒く、濁った黄色か、赤茶色の毛皮に覆われている。大型の個体は、毛皮と同色の縦紙を有する。菓子や足は、ハイエナのものと類似しているが、問題なく二足歩行ができる。ローレまで生きたノールは35歳ぐらいまで生きる。フリンドは、ノールの類縁種族で、背はノールに比べて低いが肩幅が広く筋肉質。汚れた赤茶色の毛皮で覆われている。 機はノールほど傾斜しておらず、耳がマリー。フリンドはノールから異形と尊敬の目で見られるが、フリンドの方は気にかけていない。また、フリンドはヌンチャクに似た、フリンドバーという武器を好んで使う。第5版、ボーロ、S ガイド2モンスターズに登場する、フリンドは、イーノグフの音調によって、悪魔的な力を持ったノールとして、再デザインされている。その武器は攻撃したものに、 さらなる苦痛や麻痺、狂気をもたらす。ノールは普通、混沌にして悪の属性を持つ同猛な略奪者である。ノールは夜行性の肉食動物であり、ほとんどのノールが荒野や地下、廃墟などに緩やかな規律の部族を散在させている。ノールの部族は略奪のために放浪生活を送っている。彼らはゴブリンやコボルド、ジャイアントや人間、エルフ、 ドワーフといったデミヒューマンを嫌っているが、同族同士の争いも激しく、負けた側は奴隷としてこき使われる。そしてノールは単純労働を極端に嫌う。ノールの習性は外見同様ハイエナによく似ており、彼らはハイエナを好んで飼いならし、その習性を真似ようとしている。ノールは性肉を好み、特により多く悲鳴を上げるという理由で人型生物を喰らうのを好む。 彼らは胃袋で物を考える傾向があり、他の邪悪な種族と同盟を組んでも空腹になれば直ちに襲撃し食べてしまおうとする。ノールは戦闘では強力な指揮者のもとでは、整然と隊列を組集団戦術を駆使する。戦いが有利になれば、ノールは仲間と協力するより弱い相手を狙い撃ちしようとする。逆に不利になれば、相手が退散することを願って一体の相手に、 集中攻撃をする。ノールは戦闘を好むが、それは自分たちが数において有利な場合に限る。飢えている時や十分な待ち伏せができている時を除いては戦いを避ける傾向がある。ノールは戦いの名誉には興味がなく、不利となればためらわずに闘争する。また、鎧などは敵の死骸などから作るが、根気のない性質もあってお粗末な代物である。 ノールのほとんどは、デーモンプリンスであるイーノグフを共振しており、虐殺中の異名を取るイーノグフの命のままに、各地で殺戮を繰り広げている。そうでない時は、うちは争いをしているか、自傷行為などの血なまぐさい意識をしている。自然の種族などで、プレイヤー用種族として登場するノールは、イーノグフの信仰を拒む個体である。彼らは、一般的なノール以上に散在し、 向上的な放浪生活を余儀なくされる。ノールたちは、かつてゴレリックという今は忘れられて、久しい神を信仰していたが、太古に、イーノグフが、ゴレリックを倒しその神聖を奪い取ってからは、彼が、崇拝大将となった。イーノグフの教団は、血生臭い生贄の儀式を、主軸とした、残虐な集団で、その主宰はことごとく前任者を惨殺してその地位についている。 整った教会などはなく、儀式は、荒野の岩肌に、血のりや糞便で、図その文字や絵が描かれたものである。そこで生贄絵を切り刻み捕食し、残った増物から信託を得ようとする。ノールの教団員はまた不潔であることを尊び、糞便や、血、お物を体に塗りたくって、悪臭を漂わせようとする。悪臭が強いほど教団内での影響力は強くなる。 イーノグフの教団はノールのみならず、人殺し、殺戮を好む、者たちが種族を問わず入信してくる。彼らは主に月夜に独自に活動をし、人肉食など常軌を逸した儀式を行う。ドラゴン364号には、典型的な教団指導者として、強大なノールの女司祭、ザイデンが紹介されている。彼女は家族を殺戮し、イーノグフに捧げたことから始まり、 世界に殺戮と破壊をまき散らかすことでイーノグフの過去を得ている。上に駆られたノールの部族同士が殺し合いに発展すると勝者は敗者を食い殺してしまうが残った骨にイーノグフの儀式を施してスケルトンメーターアンデッドモンスターノールウィザリングを作成する。ノールウィザリングは棍棒を振り回す程度の役目しかできないが上も渇きもしないので兵隊として重宝されている。 D&D を元にしたアーケードゲームダンジョンズドラゴンズタワーオブドゥームとその続編ダンジョンズドラゴンズシャドウオーバーミスたらにノールはザコキャラとして登場する。ゲーム中でのノールは両手持ちの斧を武器にしている。また D&D 以外のゲームでは MMORPG ファイナルファンタジークシーにノールの綴りでノールが登場している。 こちらは固有の文化を持たない人狼としている。ありがとうございます。